親切だな。いっぱいあるんだよ、ほら。お師匠。まだ年末年始多いです。わ、いた。お、やった。回転と同時に取り込む。ここ美味しいんだよ。うん。昨日行こうとしたお店で出してるあの土地を揚げはここの。へえ。行こうとしたお店って何言ってる。あ、行けなかったで、ほらあの駅の中の。あ、はい。貸し切りだったで。なはい。ここからピーナッツ豆腐。あ、エゴがある。うん？エゴって何？返すみたいな。あ、エゴ練りのエゴか。いや、まだまだある。まだまだ飛んで。これうまそうだろうな。これすごいうまいんだよ、意外とね。しかし、まさかの昨日居酒屋で、かけあカドバイさんがラーメン食べたのが多かった。しかも生姜の匂いがすごいっすよ。あんな雑なラーメンでいいのかこいつみたいな。うまい。うまいですね。いやそろそろ花粉来るな。もうみんな来てるって。ああ、言ってましたね。なんかすごい、もう。ありがとうございます。これすごくない？すげえな。おいしそう。見たことないでしょ、これ。でっか。でっか。うん。あ、え、まずはそのまま。うん。あっくわ。うん。別次元の食いましょう、これ。うまっ。うん。うん、おー、もう、うん、これ、あれですね、僕らの知ってる土地上げと全く違う。そうなんだよ、昨日食ったもの全く違う。でかいと思うの。うまっ。ほっ、過酷なものを。すげえな。はい、400の時間配分。はい、どうぞ。はい、どうぞ。うまっ。いや、まさに肉の代わりって感じだな。うん。冷蔵庫あるけど、食べない。うん。あ、どうもすいません。ありがとうございます。うまっ。めちゃくちゃうまいっすね。
あ、ペロって言っちゃいますね。これ食べれるよ。あ、うん、平井君一人大きく食べるだろうと思って。大丈夫、あ、お腹いっぱい。幸せの味。うん、これだからね、いろんなアレンジがあってね、あの東京だとやんないんだけど、なんかキムチ漬けとかさ、味噌漬けとかもあるんだよね。あの、あ、油揚げもある。うまっ。うまっ。そうそう、タクシーが、ね。いや、だって Google で検索出てこないよ。うん。あの、Google の普通の選択肢に出てこなかった。で、なんかその、Google 評価4の、なんかタクシー会社に電話したら、だ、うちは無理ですって言われ。そしてなんか、バス、さすがにバス30分に1回が出てるかなと思ったら、2時間に1本立てない。かつての城下町が。あれ、そこだよね、消防署のね、隣です。あれ、なんか俺勘違いしてるか。いやいや、勘違いしてない、大丈夫。今起きてきてる。あ、あれだ、あれだ、あれだ。やった。チーズです。すいません、ありがとうございます。よいしょ。はあ、往生した。どうも、大丈夫。はい、はい。